はいどうも皆さんこんにちは、ケイスティです。また登場しましたこの兄貴様や。みんな俺のまだ勝利を期待してみんな頼むぜ。ね、まああれ、まあ自信っていうかね、弾けておりますね、相変わらず連続して負けて俺の身にもなってみるねえ。知らんわ。ということでね、今日はね、ゴートシミュレーターをまあやっていきたいと思います。おめえら弾け方教えるからよ、俺のが弾けっぷりは見ろよ。俺弾けっぷりになったらさ、誰にも負け、すごいと思えるぐらい俺は強えんだよと、まあ、言っておりますね。おおおうるさいということでね、まあプレイしていきましょう。とにかく始めろや。おお前も倒すよ参加って。ああそうや、すっかり忘れとったわ、おめえのせいやぞ。おおはい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 、分かったから。どうするって、で勝負のルールに先説明しよう、ブラザー。今日はね、まあ5分、まあ最初5分以内に先にねスコアをね3万稼いだ方が勝ちとなります。そういうことやブラザー。ブラザーって俺はもう分かってるやん。じゃあいくで、よーいスタート。さあ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 、果たしてどっちが勝つんでしょうか。どこや、やばいな。よし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 、まずはフェンスを壊していきましょう皆さん。よし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 、フェンスを壊して、そうだね、どこやでね、まあここにな、誰かおったんだよな。よくあるんだよ俺にはよ、記憶があるらしいですねお兄さんには。よいしょ。おー、なんか宴会やったんだ。これはなんかのパーティーか。テーマ大賞、何やってんの、パーティーね。なんかこれかよ、やっとダウンだよ。俺はめちゃくちゃうまいのじゃん。俺が歌ってやるよ。俺のじゃよ、ガッキダイショー、あの崩壊する。宴会ペンはこの俺だ。歌間違えてるし、バロンからあれやろ、イヤホンが崩壊するからやめてくれ。はぁはぁじゃねえ、崩壊するっつってんだよ。今よ、あー燃えてる燃える燃える、俺のために燃えてくれよ。お前のために燃えてくれ。何よこんなアホなことしたやつは。お前やろ。さぁ早くやぜ。なんとね、はじけっぷりだぜとか言ってますね。ああちょっとだ、あそこの兄ちゃんちょっと来てくれよ。俺とな、愛の青春というものを教えてやるよ。俺が男だ、男気を見せる時だぜ。あんたおじいさんがね、男気を見せる時だぜって言って。おい何逃げてんだよ、お前が男気を見せるこれは何だこれ。あれお兄さん、やばいじゃないですか。俺もうスコアが、ほら俺はなんぼや、あれ7だ。俺は強い。こいつなんで死んでねえんだよ。だから、お、あれきる、サービスでやるから。おうわポイントの先を取られた。ほらお前、おおやばお前、おおもういいや。ああ勝負してやれよ。おい。どこや、待てど。ええ。オッケー、やばない。ウェイ。あった。マジか。さあどうする。おい、お前は。ああ、くんくん。お前もダメージ食らってんじゃねえか。ちょっと待てよ。あれお兄さん、ちょっとやばいんじゃないですか、それは。あんた引けてくとかと思ってなかった。ちょっとゲームしてるよな。おいー、あれお兄さん、もうすぐタイマーが。ああ、もうどうしようか迷ってるわ。だがよ、次はな、お兄さん、爆弾が前で見るんです。
けられんなんでな。はい、あれ、おい、ダメージが、おい、あれ行け、来いよ、おい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 、イエーイ、イエーイじゃねえよ。あれ、おりさ、ちょっと待て、あともうちょっとで終わっちゃいますよ。弾けてやる、弾けまくってやるぜ。よしよし、おじゃね、お前ら何やってんねん、こぐれ。まあ俺はこれでちょっと満足したんでね、上に行こうかな。弾けてやる、やばい、やばい、おい、勝利を確信したんでね。えぇ、何なのここ、おぉ、あれ、もう、あ、あ、やべえ、あ、はい、終了。あれ、おりさ、のスコアなんぼや、4枚も差つけられる、あれ、おりさ、あ、もうこれはね、いつもの名言を言うしかないですね。はい、じゃあ、いるぜ。それでは次行ってみよう。はい、それでは2戦目でございます。さっきはよくも俺を倒してくれたな、次はな、本気で行くぜ。今の本気はどう思うんだよ。はい、ということでね、なんか2戦目は本気でやる的なこと言っておりますね。はい、まあ今回はね、この2戦目はまあ10分でやっていきたいと思います。はい、ということで5万ポイントで勝負やで、それでええやんな。ああ、いいよ。あ、5万増えてんな。まあいいや。じゃあ、ということでね、10分で5万で勝負していきたいと思います。イエーイ！スタート！ということでやっていきましょう。あ、面白くねえな。ヤギがな、前者こけろって言えだろ。なんなんだ、このゲーム。一体。余裕で。いや、そういうゲームだから。あ、ちょっと彼女にプレゼントしようかな。似合うぜ、絶対。彼女って誰やねん。おだめだよ、マジでこと待ちやがって。イエーイ、赤いポイントを見つけましたね。やったね、うわいうわい、イエーイ。あれ、はい、プロポーズでございます。いやー、この調子でね、これもう2回もありますね。2回もね、破壊していきましょう。店員さんを怖い怖いに合わせてあげましょう。はい、プレゼント、いつもご苦労さんです。ああ、プレゼントって燃えろ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 って、なんなんや、人生だぞ。女はまたね、ここに女でもよ、はい、俺みたいにな、人生がうまくいけねえ、生きられない人間はな、いつかひでえ目に遭うんだぜ。なんかうまくいってるようでしか思えないんですけどね。イエーイ、無理だ、俺たち来ちゃった。なんかまたまわる、ダメー、なんなんだこれは。はい、ダメージが舐めて、かまってよ。あ、お前、イエーイ、俺が確定しちゃいましたよ、私。イエーイ、ボーボー、ちょっと待って、本当になんで騙してんだよ。いや、お兄さんがね、あんまり破壊しないから、ね、イエーイ、なんか、素敵だろ、この人が。ちょっと言うか、あれや、それ、あの、鳴らしたら三角で特殊スペシャルやったら、あれやね、あれが出てくるな、あのヤギの死体っていうか。いいわ、ほら、あ、元気や、この爆弾でお願いします。イエーイ、あらら、喉が壊れちゃって、誰のせいなんや、一体。どう考えても、あんたのせいでしょ。さてと、いいよ、バック、あ、なんかな、攻撃に出すのがいい、全然、ブータンするよな、こういうの。
どこだよ。こういうの。あ、奪って、これそれだったらお姉さんもう上がっちゃいないよ。あれ、姉さん。リーダー、俺がもう、もう、まあね、もう俺がね、もう大半壊しちゃってるんだけど。ちょっと待て待て、お前もリカンのなんでだ、なんでなんで店の人が発見したら多分怒るね、これ。あ、奥さん、僕と付き合ってくれませんか。嫌です、リーダー。今日はエンタがこんな風にやるんだよ。ねえねえ、私僕と付き合わない。こんな可愛いヤギさんと付き合うのだ。めったにないね。どうやってんねこの泡。いやね、そういう面白いバグとかちゃんと残してくれてるらしいからね、このゲーム面白いね。もう破壊しやくるぜ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、2万ポイント。俺はブロリーなりにな、すごいんだって。お前がブロリーってお笑いすぎるやろ。なにイエーイ、イエーイ、ウェーイ。あれ、お兄さん、お兄さん、どん、あれ、お兄さん、俺を超えるんじゃなかったっけ。おい、だから超えるぜってそのままにいんだけどよ。これくらいが面白くないことばっかりするせいで面白いことができねえんだよ。お兄さん、もう発症してますよ、私。何もすでに倒しってんのかよ。よし、お、もうね、これあれ、俺の勝利が確定を残ってきたぜ。あ、隠し、あ、勝利を確信している。お、ライターになったな。何でした、ヤギライターになりました、お兄さん。私はチャチャラ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 。気の迷路だよ。ないね。おい、兄貴。あ、チャチャラチャチャラ。お兄さんが発狂しておりますね。俺の勝利を達成する。ゴミ箱破壊工作。あー、まだまだここも見える。イエーイ。あれ、お兄さん水の中に入っちゃったのか。ほんとだ。イエーイ。水の中入ったのこれ。さあ、どこにいる。どうしよう、どうしよう。バイバイ。なんで俺ばっかりこんなにやるの。あれ、なんだ、私はすり抜けたぞ。あ、マジで。うん、なんか知らんけど、なんか昨日いたからすり抜けたぞ。俺は天才だから、多分それだからできたんだ。自分のことを天才って言うの。俺はまあ、最近思ってきたんだけど、何に何やろな、やっと俺は天才なんだよ。お前が天才ってお笑いすぎるやろ。何度でも言うがいい。天才はこんなことで十分だ。あれじゃあ、その天才があれ、普通の一般市民の俺になんと倍以上され負けてますよ。あ、なんだこれが。なんかいろいろ、なんかいいことありそうやろ。こっち使ってみようかな。もう3本で乗れるんじゃなかった。乗らへん。あ、なんかもなんか死んじゃうことあんの。乗らへんか。せか近くか。待った、どっかで乗れたはず。あ、よし、俺今からジェットコースター行ってくるわ。もう行ってらっしゃいって言った方がいいか。あ、いや、じゃあお兄さん、じゃあ俺はな、もう観覧車で。いや、面白いね。俺の伝説がまだ足りねえの。伝説が足りないわけではないぞ。もう何のこと聞いてるぜ、やばいよ。あれ、あれ、俺はもうこれ足場から、もう俺はもう何のこと聞いてる。イエーイ。ちょっとあれ伝説はあるよ。はい、お兄さんちゃんとしないと思った。お前何運んでんの。全顔ってんのか。これ打ってますね。やる気があんの。男の意地を見せてみろよ。
や俺に見せよ男の意地もう見せてるやんほらその3本ポイント持ってちゃってるやんで俺は完全にないやお兄様、あ、お兄さんもう上上がれるっちゃあ、お、お、そのあたまで野菜売ってる人もいるねほら花やな、野菜という話はこの赤いよ、赤いよいやいい気持ちだな何やってんだあー、ムカつくな、何かムカつくな剥がしたらいいよまあ、まあ俺はここでな、ゲームで楽しますかえほらあー席やったオッケーイエーイ爆弾にしてやったのやさしいやろこの俺はやさしいだろそれじゃあお兄さんもう観覧車でもう優雅な旅でよえおなんとこんなところにある俺の勝利確定を見合わせてくれたんだなどこまで行くのでしょうか俺は認めねえぞこんなクソ見まくることはねえんだあ、よさそうな話じゃねえあ、なんか面白そうあ、なんかやばいいや、なんか変になってるあー、なんだこれはいやはははあ、あ、タイマー鳴ってるけどもうちょっとあ、怖いよあ、もう動かったらいいわ顔と体がどんどんでかくなっていきますお兄さん、顔見せて顔あはははなんだこれ最高の雰囲気ちょっと待って全部取ったらあれじゃないもしかしたら戻るかもしれないねそうだな、出前だよし、俺は全部取るまで見といてやろう取ってみるけどよよし、これでいけよ、OK なんだあ、まだパラあったんかさあ、全部取るあ、もうこれ全部やと思うけどあ、あいつあったやん後ろそう、横右横あ、そういうのないかあれは、俺の決着さあ、何ポイントや15,000対3万俺の勝ちですねまだ応募できるのほんでまだ途中で俺にあるんだじゃあ、今から集計するから一旦あばよということでね、まあ兄貴は集計してくれるんでまあじゃあここで一旦終わりとするからということでありがとうございましたいやーまあ今日はねこんな感じでしたねまあ多分集計しても俺だったと思うんだけどお兄さんが黙っておりますね集計中だよよしよしよしとだけよしてだろこれが結果やあー負けてるめっちゃ助けられないあー中継してねやっぱ俺が勝ちだって俺の予想は的中しましたねはいということでね今日はこの辺で終わりたいと思いますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではバイバイ57 degrees.
Yes, I'm a little bit of a mess.